人材、このすごいいい人材が来ました、この人材をどうやって育成するのか、じゃあこの人はどこに連れていけばいいのかというと、この人にはですね、はい、現場を任せる、会社を任せるっていうふうに任せる人に育成していきたいと思います。はい、任せる人に育成する、これはどういうことかというと、もともと自分で考えて自分で成果を上げられる人ですから、どんどん仕事を任せて、そして評価していきましょう。はい、まあ、こうなっていくともう会社はどんどん成熟期に入っています。でその人材育成、財産の財のポイントですけれども、まず何を任せる人にするかってことになります。一つは会社を任せる人、もう一つは農場を任せる人、どっちを任せるか、でここをまず社長が決めてください。こういうね、人材、人の財産という人に出会ったならば、この人に育成するときは任せる人にする、でその任せる人、会社を任せる人か農場を任せる人か、でそこでポイントになるのがこちらになります。はい、人材育成のポイント、本人のやる気を確認する、実は以前僕の会社でもですね、僕は現場を任せられた人です。で現場を任せられた時に、社長から必ず言った、いずれ君に任せようと思う、これ結構言われていました。だ時に、酒を飲みながら、君に任せようと思うかどうかだったり、おいおいそんなことじゃダメだよ山下、君に任せようと思ってるんだから、もうこれが口癖でした。そうやって自意識が高くなり、いずれ自分がここを任せられるんだと思う、こうやって人材育成、いわゆる任せる人になりました。はい、で人材の中で現場を任せる場合には、もう全部社長任せてくれました僕に、はい、作付けから栽培から製品から出荷まで全てもう私に任せてくれました。で最終的にそこの農業事業部は全部私がもう任せていただいたということになります。で大元の会社、大元の会社は私は別に任せられたわけでもなく、大元の会社を任せられる人は今度はこれですね、大元の会社を任せられる人には権限という役割をバンと与えられて、この決算の数字を任せられるようになります。だから数字に、私は生産して販売するっていうところを任せれたんですけど、会社の数字を任せられると、去年よりちょっと前年比数値落ちてるんじゃないの、どうなってるのっていうふうなところまでこう任せるっていうことになります。はい、これが人材、人の財産の任せ方ということになります。さあ、分かっていただけましたでしょうか。まあね、大きく人のあるというのは任せては、人があるというのは育成には値しない。そして人材を、改めて人の財産にするところに任せるためには自分ごとになってもらう。そして人材の、はいずれ任せる人に育てる。まあ、これが、人材育成ということになります。あ、そういえば人の罪って書いた人の罪の4番目の人の罪、この人どうすればいいですかって、この人どうすればいいですかって、あ、この人はですね、簡単です、辞めてもらいますやめてもらいます。だっていたって、悪を起こしますから。でも山下さん、これ辞めさせるのがちょっとエネルギーいるんだよなって、ダメです。これも社長業です。頑張って辞めてもらうんです。もう僕もね、たくさん辞めてもらいました。もう団長の思いですよ。もうそういう人に限って、社長そんなことしたら訴えるかね、訴えるからね、なんていう人もいました。おいいよいいよ、訴えるんだったら訴えろ、まああんまりそんなこと言ってると寺坂さんね、今なんか訴えられてるみたいなんで、ね、訴えろって言ってると本当に訴えられるかもしれないから、あんまり言っちゃダメなんだけど、まあでも本当ね、やっぱりサークルじゃないんだから、学校じゃないんだから、仕事だからね、ちゃんと生産性を上げて、ちゃんとうちのね、会社にかなわない人だったら辞めてもらえますよっていう、これちゃんと社長としてバスッと、まあ、言いましょうということになります。はい。